鳥山石縁今弱百鬼周囲より、メセリ、月岡義俊新姿六海戦平良小国、清盛入道、上海メセリは、鳥山石縁の妖怪画集、今弱百鬼周囲にある日本の妖怪、平家物語のもののけの沙汰において、武将、平の清盛が遭遇したという妖怪を描いたもの、福原の戸でのある朝のこと、清盛が長台から出て、 中庭を見ると、そこには死人のサレコ戸ベが無数に転がっていた。しかもそれらのサレコ戸ベは右に左に、上に下にとしきりに動き回っていた。あまりの光景に、清盛は大声で人を呼んだが、誰も来ることはなかった。そのうちに、無数のサレコ戸ベが一つに合体し、14から15条もの巨大なサレコ戸ベとなり、生きているかのように無数の目で清盛を睨みつけた。 清盛は意を決し、ドクロの目を思い切りにみ返した。すると、やがて、大ドクロは、日の光に溶けるかのように、跡形もなく消え去ってしまったという。メセリの名は、原点、平家物語にはなく、鳥山石縁が、実著において命名したものである。岩屋さざ波による、説話大百科事典、第五縁では、ドクロの会と題されている。また、江戸時代には、 この清盛と妖怪の睨み合いの逸話にあやかって、睨めっ子が、メセリと名付けられたとの説もある。清盛が出会った、この妖怪を描いた絵画作品は他にも、月岡義年による、新型三十六回戦、清盛福原に、数百の人頭を見るの図、同じく義年の、新姿六回戦平良小国、清盛入道、上階がある。前者は、襖と、月、 後者は雪の塊で大毒炉を表現しており、あたかもこの妖怪が人間の妄想の産物であるかのように解釈されている。ありがとうございます。